もう何回も回っても飽きた。本当最初の頃来てたでしょ、うん、ね、あれからずっとだもん。もう飽きたね。もう飽きた。いい加減飽きた。今日テレビ見よう。そういう時なんていいのあるんだよ。最高最高。失礼します。はい。よし。上着だけはちゃんとやってきたよ。もうみんなスタンバイした。はい。で行こうか。じゃあ本番いきます。よろしくお願いします。どうしてそんなに冷たくできるの Baby ロスト突然もうさよなら足早に去って行こうとしたお前も Baby ロスクール前に押し込めて何も言わないで走り撮ってたの？うん、撮ってた。あ、何だ？コンサート？さっき年々こう、お客さんの乗り方が変わってきてるし、自分の乗り方も変わってきてるしね。で、喜ぶところも全然違うし、聞くところも昔と全然変わってきてるんで、ちょっとこう、年齢がこうグッと上がったかなっていう感じがして、だから前のコンサートとはもう全然違うコンサートが今できると思うし、コンサートって一時期こう楽しい時とやりたくない時とこう10年間やってきたもんだから、こう今コンサートやりたい時期だなとかね、やりたい時期だなと思う時にちょっと違う仕事が入っててできなかったりとかする、結構すれ違う、自分の気持ちと仕事とこうすれ違う部分って多かったんだけど、今一番やりたいねコンサート、You were born.
キー賞として近藤雅彦さん。まみれたポートストーリー気をつけろよ今日はフライデー嘘だらけのドラマの締め切りに追われたワーキングマン使い捨てのルールがマジな顔でとレコード大賞は近藤雅彦さんに持ち替えて今同じ痛みを蹴り返してやるぜ甘いは何心奪われ渡しかけたプライドしない俺がここで生きてる限り当時の思い出ってね結構ね本当に忙しくてどうにもならなくてね寝不足でしょであとは食べ物の時間が不規則でしょ食事の時間がでも体にはもうすごく悪かったよねそれでイラ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 してて寝不足がもうたまってよくこういう世界の人って忙しくて1日3時間しか寝れないでしょとかって普通の人に会うと言われるでしょどのぐらい寝てるんですかとかそんなに忙しいもんじゃないと思ってたわけ自分はこのいくら芸能界にいてもねところが本当にそうだったんだよね1日3時間とかね2時間ぐらいなのがやっぱり2年ぐらい続いてそれでよくイライラしてマネージャーとも喧嘩したしね辞めて帰って田舎帰った方が楽だなと思ったこともあるしね今はちょっとすっかり辞める気ないけど1、2年新人賞取ったぐらいかなやっとこの世界で一生懸命頑張ろうかなと思い始めたのはね新人賞にしてもレコード大賞にしてもね僕を超えるには、僕よりきついスケジュールをこなす人じゃないと絶対に俺は超えられないなっていう自信があったわけだから新人賞の時は特にそうだったね55年デビューした人っていうのは男が多かったのね。で、大体5人ぐらいいて、その中僕はいつも1人入ってて。で、この他の4人には絶対負けない自信があったのね。それはなぜかっていうと、俺はこんだけきついスケジュールを2年もね、
我慢してきたんだと。だから他の4人は俺よりきついスケジュールを我慢しなければ新人賞は絶対もらえないよっていうふうにね、うん、言いたかったけど、もう口には出さなかったけど、だからいつも舞台の上立って、発表ですって言われて照明がガーって動いた時には、スポットがガーって動いた時には絶対に僕のところで止まるっていう自信もあったし、それだけ俺は頑張ってきたんだと思った。あの時にきっと僕じゃなくて他のところにスポットが行ってたら今の僕もなかったと思うし、きっと芸能界はこんなとこだなと思って辞めて帰っちゃったかもしれないけど、ずっと僕のところでいつもスポット止まってたからね。だから、今まで来れたんだと思うね。レコード大賞に関してはね、その年のねグランプリっていうグランプリは全部取ってて、一番最後12月の31日レコード大賞だけ取ってないわけでしょ。これ取ったらパーフェクトだなと思ったんだけども、なんとなく取れそうもないっていうか、ライバルが多かったんでやばかったなっていう記憶はあったんだよね。本当にその前のグランプリっていうのは会場に入ってから今日は取れそうだなっていう予感がしてるんだけども、あの時の武道館に12月31日入った武道館の時には取れそうだなっていう予感がしなかったのね。もしかしたら俺はここで一番大事なものを逃してしまうんじゃないかな、取れないんじゃないかなと思ってたんだ。その分こう取れたっていうのはまず信じられなかったっていう気持ちと、素直にこう喜べて、今ビデオ見て、いろんな僕のビデオ残ってるけども涙してる自分をこうビデオで何回もいろんなシーンで見てるけど、結構恥ずかしいもんなんだよね、自分が泣いてる姿を見るのって。でもレコード大賞に関して泣いてる姿見ても全然恥ずかしくないし、ああ素直に喜んでるなっていう感じ。電波ちょっとな、電波ちょっとな途中から本当に行こうなんですから、別のまま入るすごく勉強です。もうちょっと行けた、もうちょっと行けたけど、まあでもなんていうのかな、予選がちょっとでも前の方だと、前の方のレース僕経験してないからね、一回も経験したことないから、
この前は後ろの方のレースを経験しててずっと走って最後まで走って順位になったけど、今回は前の方のレースでその順位キープだったから、だからスタートして5周目ぐらいは、まあ車のセットの問題もあるんですけど、5周ぐらいはもうペース自分のペースで走れなかったんで、3台ぐらい、1台ずつ3台ぐらいやられたの自分で分かったけど、でも後半またその代わり抜いてったんで、だからまあいい経験だったし、レースしたなっていう気持ち。レースに関してはね、本当にこう喋ることがないっていうか、俺がレースのことに対して今こう喋ると結構言い訳っぽくなっちゃってすごく嫌なんだけど、とにかく長いことをやっていこうと思ってるからね、うん、今結果が出なくても今努力して、我慢するところは我慢してればいつかね絶対に報われると思うし、僕のレース見ててイライラしてる人たくさんいると思うけども、僕が一番イライラしてるんで、そういう意味ではもうちょっと待っててほしいなっていう気がする。もうちょっとね、ほんのちょっと、そしたらもういい結果どんどん出せると思う。成り行き任せのアホ踊りが下界を見下ろし、ふわりふわりどうにかなるときゃなんとかなるし、ふわり飛べばいい。Thank you.
あ、お疲れ様でした。いや、緊張したよ。すごいかかるね。え、結構感動しちゃったもん、聞いてる。本当？うわ、いやあ、緊張したな。ちょっと今、愚か者を聞いていただいたんですけど、なんか自分で結構納得いかないんで、もう一回愚か者を聞いてください。いや、ちょっと納得いかないときはちょっとやり直してみんなに聞いてもらった方がいいんじゃないかと思います。なんかね、MC の後にすぐ歌ったもんで、すごく僕好きな曲なんで、まあよかったらもう一回聴いてください。
たけし。死ね。俺は喧嘩したんじゃねえ。伊蔵さんに話しに来たんだ。伊蔵さんはどうだ。伊蔵さん出せ。みたいにね、こう一般的にこうアイドル出身っていうかアイドルで来ると男の応援する人っていないんだよね。そりゃそうだよ、僕だってやだもん本当に。僕がもし、こういう世界の人間じゃなくてアイドルに、アイドルの男の人に憧れるかって言ったら安直しようと思うもんね。やっぱりね、自分も男だからプライドがあるからね、絶対に安直しようなんて応援しないよって思うのが普通の男の人の考え方で、それでもなおかつね、僕のことを応援してくれたりとか最近アルバム聴いてくれる人もたくさんいるしね、そういうのはこう僕の方から男の人のように応援してください応援してくださいとこう頼み込んでも応援なんかしてくれるもんじゃないんだよね。一生懸命自分が何にしても一生懸命頑張ってる姿を見てもらって自然とこう応援してもらえるようになるっていうのが僕の夢だけど。頼む、大丈夫。すみません、遅くなって髪の毛の先生にちょっと時間がかかるので2秒でできます。この時期に季節の話をするのは嫌ですけど、梅雨はどこに行ってしまったんでしょうね。まるで夏になってしまいまして、こんな季節の話するのも、まあじいさんじゃないんで、そういうことにしておきたいんですけど、実は、新曲ができたんです。気ままに動くんじゃないんですよ、ここ。気ままにっていうタイトルもつきません。タイトルは、およです。あ、違う、ほうです。はい。すまない。およよっていう。あ、およよじゃないですからね。間違えてないね。ほうと覚えてくださいね。なんていうの。
ないし、いいね、古ければ古いほど高いんだ。あれでも状態綺麗ね、あれ綺麗でしょ。あれなんで定期的になんかしてんの。いや、ワックスかけたりとか磨いてるとか掃除してるんだけど、一番なんで綺麗かって乗ってないから綺麗なんだよ、ほとんど。フェラーリの話したい。違うよ、そうですね、行ってくれ、大丈夫だ、大丈夫よ。ゆらゆらとビルの街に広がるあの頃と同じ夕焼け空。ごめん、どう、その前は大丈夫。まだ報われずにこの街誰を迎え入れ、また誰を追い出すのだろう。初めて恋したお前は俺の目が透き通りたのに、握りしめた拳が空振りするたび、何が宝と言えば、ゆらゆらと俺の頬に焼き付くあの頃と同じ夕焼け空。土下座したいもの、愛が欲しいだけ。ああ、春菜。
は虫の涙がこぼれないように空を見上げ歩け。ゆらゆらとビルの街に広がるあの頃と同じ夕焼け空。
最後夕焼けの歌なんて歌ってる時はもう男の子はね涙しながら前で夕焼けの歌歌ってるんで、まあちょっと体調壊しちゃったけどまた来てやりたいなっていう気持ちには。お疲れ様でした。やってるね俺もなかなかいないと思いますよ。ロックのコンサートやってね、映画出てレースやって新歌舞伎座やってる人はきっと日本に俺しかいないと思う。歌手としてのね、芸能活動の中で日本でもらえる賞は全部もらった、だからそういう意味ではね、
一生懸命やってきた甲斐もあるし、もちろんその、ちょっと臭い言葉になるけど、応援してくれる人がいてね、賞が取れたんだなっていう気持ち、その当時はやっぱり、これは俺が頑張ったんだっていう気持ちもあったけどね、今になってみるとよくあんだけみんな一生懸命応援してくれたなと思う、だから今のコンサートの作業のビデオ見ててもそうだけど、まだまだ一生懸命頑張れるし、僕のファンの人たちもすごく年取ってきたと思うよね、大体僕と同じぐらいの世代だと思うから、それでもまだまだ全然いけるしね、今まで通りにねいけたら一番ベストだと思うんだよね。でも今まで通りに行くことが一番難しいことで、今まで通りこのポジションをキープしていくのにはこの10年間やってきた努力の倍ぐらいの努力をしないと絶対にまた10年はキープできないと思うんで、そういった意味ではもうやる気満々だし、どん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 仕事してどんどん遊んでどんどんレースやって、好き勝手なことをやって、でも何するにしても真剣に、遊びも真剣に遊ぶしレースも真剣にやるし仕事も真剣にやるしね、だからそうだな、あと10年経ったらもう一回こういうビデオ出してみたいなって思うよね。その頃にまた同じようなことが言えたらね、10年一生懸命やってきた甲斐があったなっていう気がする、走り続けてここまで来た、まるで映画のワンシーンのようさ、いつも誰か見ていてくれる from the sky、以来私も早いもので歌手として役者として10年の節目を迎えることになりました。これもひとえに皆様の熱いご声援と私自身のたゆまぬ努力の賜物と我ながら感心しております。思い起こせばこの10年いろいろなことがありました。テレビ、ドラマ、ステージ、映画と思い出はつきませんが、まだまだ思い出を振り返っているような年でもございません。さらにエネルギッシュに歌手として役者としてそしてレーサーとしてもひたすら力の限り前進を重ねていくつもりです。今後とも皆様にはハラハラドキドキさせることもあるかと思いますが、末永くご声援を賜れば幸いです。これからも近藤真彦に大いにご期待いただき、変わらぬご声援を賜りますよう、隅から隅までずずずいっと恋願いあげたて祭りまする。いいビデオだね、買ってくれてありがとうって言いたくなる。